ヨモギ本ヤドカリ、学名ポグラスニグロファシャは、十脚目本ヤドカリ科に分類されるヤドカリの一種。北海道南部から九州まで、各地の岩礁海岸に生息する小型のヤドカリである。南日本では、仮眠して、冬に活動する得意な生態を持つ。生態は、高長10ミリメートル前後で、オスの方がメスより大きい。 第一、胸足はハサミ足で、右のハサみ足が左より大きい。また、右ハサみ足の外側には、トゲと長い毛が多い。第二、第三歩脚の指節は、長節より短い。体色は、快力色で、黒褐色の小反点があるが、第二、第三歩脚の指節基部に黒褐色の帯模様があり、その周辺は大色、爪先端は褐色である。 また、第一第二触角は大色である。この体色は、分布や、生息地が重複する、ケアシホンドカリピーラヌジノシスに似るが、ケアシホンドカリは、足先の黒帯模様がなく、触角が濃い赤色なので区別できる。また新種記載の際は、北、アメリカ太平洋岩産の3種 P サミューアリス、P ハースティスクルース。 p ベンチャレンシスとも比較検討されている。学名のため商名ニグロファ社は黒い缶の意で不足にある黒帯模様に由来する。北海道南部から九州まで分布するが生息地の記録は少ない。これは生息地の把握が未だ進行中であること、冬季に活動するため目につきにくいこと等によると考えられている。21世紀初頭の時点では 新種記載から時が経っておらず、図鑑等への掲載もまだ進んでいない。なお、タイプ標本としては、北海道函館湾産の標本が、ホロタイプとされ、パラタイプとしては、北海道函館湾産の別個体と共に、和歌山県産、熊本県松島産のものが指定されている。比較的透明度の高い岩礁海岸に生息し、海洋、内湾どちらでも見られる。 同所的に生息するヤドカリは、本ヤドカリ P フィルホーリン、ケアッシュ本ヤドカリ P ラムジノシス、指長本ヤドカリ P ミヌトゥーズ、手長本ヤドカリ P ミッドンダーファイ、ケブカヒメヨコバサミペガリスターゼオートマニー等である。利用する貝殻は、石畳、巣貝、腰コシダカガン殻、タマキビ、ウミニナ等、比較的小型の巻貝である。 元産地の函館湾では一年を通して活動するが、温暖な地域では夏季に満潮線付近の点石下で仮眠し、冬から春にかけて長寒帯下部に進出し活動する。繁殖期は4月から5月で、この時期にはオスがメスの入った貝殻を掴んで運ぶ産卵前ガード行動が見られる。メスは産んだ卵を腹足に抱えて貝殻内で保護するが、 放乱期間は、翌年の2月まで9ヶ月にも及ぶ。仮眠の修正と長い放乱期間は、本屋どかり族の中でも得意なものとして、注目されている。オスが、メスの入った貝殻を掴んで運ぶ、産卵前ガード行動 ABCDE コマともゆきポグラスニグロファ社、A New Species of Hermit Club from Japan、クラステーションリサーチ、59から72、 1996年12月20日日本、甲殻類学会 ABC 五島聖二、和田、佐都市、安藤大森。広文リプロダクティブバイオロジー・オブ・ザ・ハーミット・クラブ、ポグラス・ニグロ・ファシャ・クラステーション・リサーチ、86から92。1996年12月20日日本、甲殻類学会 ABCD ・今原幸光編著。 写真でわかる、磯の生き物図鑑、ISBN9 兆7848億8716万17642011年トンボ出版、ABC 三島真嗣、よもぎ本屋どかりを、和じろひで最終キャンサー。19から21、1997年5月1日日本、甲殻類学会 ABC 三島真嗣。 福岡のよもぎ本屋ドカリキャンサー、9から11、1998年5月1日日本、甲殻類学会小牧智も武田正恒、A レビューオブザペグリッド・ハーミット・クラブ、ディカッパダ、あの村。パグロイデア・ファウナ・オブ・ザ・サガミシー、セントラルジャパン国立科学博物館選法41、71から144、2006。 国立科学博物館ワームス、ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズ、ポグラスニグロファシャコマイ、1996。ありがとうございます。